元コンポ再生の大橋でございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回のやらかし回数は3つでございます。どうぞご覧くださいませ。北古製のピストンピンクリップを注文しました。マロッシのシリンダーに合うのか不安です。北古製のクリップを付けようとしましたが、はまりません。そこで採寸をしてみました。マロッシのピンクリップは0.7ミ、mm、リでした。北古製は10ミ、mm、リでした。 注意書きを読んでみました。他社製品には使用しないでくださいと書いてありました。マロシのクリップを再利用することといたしました。クリップがはまらない上に今度はピストンピンがはまりません。ピストンピンを抜こうにも抜けなくなった状況でした。仕方がないのでエンジンを下ろすことといたしました。 4つのワイヤーを取り外しました。ピストンピンが外れなかった理由はおそらくエンジン抱きつきの際にピストンピンもしくはピストンが曲がっていたからだと思います。ピストンピンを入れる作業、抜く作業に約2時間ほどかかりました。疲労困憊の中、エンジンおろし作業を進めてまいります。 現在の映像はワイヤーやホースの通り道を記録するために撮影を行っております。組み立ての際困らないようにする工夫の一つです。組み立ての際に必ずや役に立つと信じて撮影しております。 組み立ての際にこの映像が役に立つのかは未だ不明です。エンジンを下ろしたくない理由がありました。オイルのダダ漏れが怖いからです。ただし今回についてはエンジンを下ろさざるを得ません。入念にチェックいたしました。 入念なチェックの後、オイルホースを取り外すことといたしました。私はビビリですので、少しずつ少しずつ外してまいります。 とうとうその時がやってまいりました予想外のタイミングでオイルが漏れてきました オイルホースに6ミリのボルトを差し込み、なんとかことなきを得ました。こなきを得た後、電気系のコネクターをすべて外しました。リアサスペンションの下側のボルトを外します。 この時の私はエンジンとボディの切り離しシーンを皆様にお届けし第いという気持ちで一心でした。しかしこの辺りから iPhone の不調が始まります。脳裏に浮かんだのはマグロの漁師さんでした。気を取り直してピストンを取り外します。こちらの映像は録画はできていましたが、音声が取れていない状況でした。 ゴムハンマーで叩いてピストンピンを抜こうとしている映像です。私が再利用しようとしていたピストン、ピストンピンがいかに歪んでいたかということがお分かりいただけるかと思います。約3時間の格闘の上、ピストンが外せました。 ピストンピンを入れる穴に無数の傷が入っておりました。おそらくですが、歪んだピストン、もしくは歪んだピストンピンを無理やり打ち込んだ際にできた傷かと思われます。正常であれば素直に入っていくピストンピンも一切入りません。 今回のえらかしは3つ。ピストンピンクリップの発注ミス。抱きついたピストンを組み付けようとしたミス。iPhone の録画ミスでした。こんな日は早く切り上げることといたしました。妻と子が里帰りしておりますので、一人でパーティーです。今後の進め方について悩んでおります。念のため、ノーマルのピストンピンは注文しておきました。シリンダーのボーリングについては勉強中です。 今後の元コンポかっこ赤の行く末を見たい方は次回をお楽しみに。ではまた。